アキレスがトロイロスを待ち伏せる様子を描いたエトルリアのフレスコ、紀元前530年から520年トロイロスはトロイア戦争に関連する伝説の登場人物である。現存する最初の言及は紀元前9世紀末から8世紀に銀遊詩人によって作曲され歌われていたと信じられているホメーロスのイーリアスである。ギリシア神話ではトロイロスは クリアモスとヘカウェイの間の息子の一人で、イーリオスの若い王子である。予言によって、トローイロスの運命は、イーリオスのそれと結びつけられており、そのため彼はアキレウスに待ち伏せられて殺害された。ソポクレースは、この話を書いた一人である。また、この時代の多くの絵画のテーマにもなっている。古代の著作者は、トローイロスを両親に嘆き悲しまれる。 死んだ子供の象徴として扱っている。彼はまた、若い男性の美しさの模範ともみなされている。西ヨーロッパの中世やルネサンス期の伝説では、トロイロスは、プリアモスとヘカベイの間の五人の着室子のうち、最も若い人物であり、その若さにも関かかわらずトロや戦争における主要な指導者の一人となった。彼は、戦いの最中に、アキレウスの手によって殺された。 12世紀に付け加えられた話では、トロイロスは、クレシダと恋に落ち、その父親はギリシアを打ち破った。クレシダは、トロイロスに愛を誓ったが、保虜交換で、父のもとに送られてきた、ギリシアの英雄、ディオメーデースに、すぐに乗り換えた。ジェフリー・チョーサーとウィリアム・シェイクスピアは、トロイロスとクレシダの物語を書いた中の一人で、ある。中世の伝承の中では、 トロイロスは忠実なミンネ、また高徳ない京都の象徴とされる。ミンネの習慣が捨てれると彼の運命は共感を得られにくくなった。18世紀から19世紀にはほとんど注目されなかったが、20世紀から21世紀には再びトロイア戦争が題材として取り上げられるようになった。ありがとうございます。